NIC 大阪校の皆さん、ご入学おめでとうございます。イギリスシェフィールドから挨拶をしております。 NIC で得たことといえば、やはり、一緒に学んだ仲間ということだと思います。今も大変な時期ですけれども、ヨーロッパとかアメリカとかの友達と連絡取りながら、お互いに助け合って、なんとかサバイブしてますので、皆さんも今隣にいる友達を大事にして、1年間楽しんでください。皆さんこんにちは。 NIC6 期生の原正樹です。現在僕はミネスタ州立大学の万景桐校で動物学を勉強しています。これから大変なこともあると思いますが、全力で勉強して夢を勝ち取ってください。応援してます。はい、新入生の皆様ご入学おめでとうございます。そして大阪校10周年おめでとうございます。7期生の島津氏です。この1年間皆さんにとってものすごく濃い1年になるかなと思います。舘さんをはじめ先生方、スタッフの皆様、サポートをしてくださると思いますので、将来の留学生活に向けての1年間を、この大阪校で、皆さんで作っていただければなと、思います。本日は本当におめでとうございました。モタコからでした。バイバイ。 NIC10 期生の皆様、ご入学おめでとうございます。 NIC6 期生の坂本聖斗と申します。この1年間皆様、楽しいことや辛いことたくさん経験すると思いますけれど、この1年後この NIC に来てよかったなと思える日が必ず来ます。皆様、上に向かって突き進め。バイバイ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私は今カリフォルニアでオンライン授業を受けていますが、1年後には授業が再開していることを信じて NIC で勉強を頑張ってください。応援しています。新入生の皆さん、そしてご関係者の皆様、はじめまして。大阪校4期生の中井和樹です。この度は大阪校10周年ということで、誠におめでとうございます。そして新入生の皆さん、ハードバット楽しい1年間が始まると思いますが、悔いなくやりきってください。応援しています。NIC 大阪ってもう10年な。そうなんか、マジか。あ、これは俺は、NIC 大阪10期生の皆さん、 NIC 大阪にご入学おめでとうございます。 NIC 大阪の1期生、地元のりじです。のりじと呼んでくださいね。僕はこのね、4月の20日からトルコのネビシヒル大学っていうところに日本語を教えに行ってきた。すごいタイミングですね。僕がね、 NIC に入学した頃はまだ若干49歳。でもまさかね、10年後にトルコの大学で日本語を教えるようになるってなかなか思わなかったですね。皆さんも10年後が楽しみですね。ネプシヒル大学はカッパドキアの近くらしいので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。よろしくお願いします。また世界のどこかでね、皆さんにお会いできることを心より楽しみにしております。では皆さん、See you! あれから10年も、この先10年も、振り向